これから褒めるのロープレーを始めます。印象で褒めるロープレー。星野さんすごいなんか誠実そうに見えます。冷静沈着そうに見えますね。なんかすごい物への愛着があって大切に扱っているような感じがします。なんか料理が得意そうな感じがするな。なんか思いやりがすごいありそうですね。なんか植物とかすごい好きそうな感じがします。なんかこううちに秘めてる情熱みたいなのがすっごいありそうな感じがします。なんかアウトドアとかすごい好きそうですよね。仕事がすごいきめ細やかで情熱があふれる感じがします。おまさん、はじめまして。はじめまして。おまさん、なんか言葉遣いがすごく綺麗で、きっといろんな本を読んで意識的に自分を変えようとされてるというふうに感じました。仕事に対してもすごい情熱を持って働いてそうで、部下とか同僚の人にもすごいみんな優しくだけど厳しい、そんな雰囲気を感じました。毎日自分を磨いて勉強熱心でいろんなことに挑戦し続けてるんじゃないかなって感じました。きっとランニングとか旅とかもされてたりして、いろんな新しいものをキャッチするセンサーがすごい敏感で、いろんな捉え方ができる人なんだなって感じました。マリオ、気持ちを添えて褒めるロープレイ。星野さんのちょっとお茶目で可愛いところが好きです。星野さんの発想がちょっとすごいユニークなところが憧れます。ホマ君の真面目なところです。本をたくさん読んでいて、いつも新しい発見をさせてくれることが好きです。はい。あれよ、フィードバック。やはり自分のいいところ、自分の特徴だったり、まあ、好きなところを褒められるとすごい嬉しい気持ちになりましたし、あ、自分って意外とそういう風に見られてるんだなとか、そういうところを長所だったり、まあ、好きに思ってくれてるんだなっていうのを感じることができて、すごい嬉しい気持ちになりました。はい。単純になんとなく好きだっていうのがなんか恥ずかしいっていう感情があるんですけど、でも一回言葉に出してみると、その自分の行為を相手に伝えるのはとても素敵なことなんだなと感じました。褒めるのロープレを通しての感想。ロープレを通してみて、まあ本当に初めてやってみたので、やっぱり最初すごく難しかったです。でやっぱり、まあ、日本というかなかなか褒めるっていうロープレを印象で褒めるっていうのをしたことがなかったので、まあ、いかに本番を想定して、まあ、しらじらしくならないように、自分の本当に感情表現豊かにいかに相手にその気持ちを伝えるかっていうのがすごく難しいなと感じたので、本当にこれも練習あるのみだなと、感情表現豊かにやってみるっていうことがすごく大事なのかなと感じました。はい。感情で褒めようとしてもどうしても見た目で褒めてしまいがちでなってしまうなという印象がありました。その初めましての人に対してどれだけ自分が心を開いていけるのかとか、興味を持っていけるのかというのがすごくテーマになるなと自分の中に感じました。それを自分の感情をどう素直にストレートに面白く相手に伝えられるか、伝えられたらすごく面白いんだろうなと感じました。はい。これからフィードバックをします。
褒めるところを11個ぐらい言っていただいたんですけど、率直な感想で言うと、たくさん投げかけられているだけのような気がして、その物事、その言葉に思いがどれだけ乗っかってるのかなっていうのがあまり感じれなかったです。なぜならとかいう言葉を付け足すと、もっとその最初の言葉の印象が良くなったり、なんかもう心が開けるのかなって思いました。だけどその最初の言葉のにどれだけ感情が乗せられるのかっていうのもすごく、なんか言うだけになっちゃわないような、そんなこと、感情を乗せられるような伝え方だとなおいいのかなって思いました。はい、はい、私は星野さんから4個褒められました。感じたこととしては、やっぱりいかに初対面で会ってるかっていうのを想定してこう言い合うっていうのがすごい大事なのかなと、感じました。そうですね、こう相手の心を開こうとか相手に響かせようっていうその思いが、あれば、まあ、自分もそうなんですけどもっと良かったのかなと感じました。初めての人に会った時にどれだけ一瞬にして相手を好きになれるのかとか、相手を興味を持てるのかっていうのが、なんかこのトレーニングでロープレーで大事だなって今感じましたね。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、これからもこの繰り返し反復をすることで力になっていきますから、次回もお楽しみに。